ございます。うわ、すごいの来た、すごいの来た、すごいの、 YouTube 撮ってんの、すごいの来た。新車、新しいゲレンデ、私の友達のかずみちゃんファミリーが購入いたしまして、素晴らしい。そんなの映さなくていいから。素晴らしいですね、これね。真っ白じゃないですか、シートが。ちょっとぶつけるんじゃないの今日、大丈夫これ。大丈夫。イケア行くんだよね。何してる。今日はちょっと、このゲレンデでイケアに行きたいと。かっこいい。ということで、私たちはイケアにこの新車に乗って旦那にぶつけるなよと昨日言われましたけど、ぶつけるわけないじゃんね。行ってきます。最高。その様子です、今日は。マジ撮る。マジ撮るよ。私たちはドライブして港北まで向かってる第三京浜走ってるんですけど、ちょっと新しくなったさ、このゲレンデのパネル、このもう見やすいよね。広々としてナビと隣にメーターがついて、どうですか運転心地は。軽いですね。軽い。今までのゲレンデとは全然違いますね。あ、今までのはもうゴキゴキゴキみたいな、ごつい感じだったけど、あ、ハンドリングも軽いし、うん、うん、もう普通の車と、普通の、普通のベンツです。じゃあ運転しやすい。うん、いいね。女の人にも全然。だからさ、前のゲレンデが好きな人はちょっと物足りない、うん、じゃない。ああ、ちょっと男っぽい感じの。味は全然違うから。うん、いいね。これ何年待ちだったんだっけ。よくわかんない。でもなんか2、3年、 2,3 年とか、なんかこうなかなか手に入んなかったって。なかなか今手に入んないんだよこれ。そうだよ、本当に欲しくても。本当に私たまたま昨日かずみさん家で浴衣着せてもらったら納車してて、で私買い物イケア行こうっつったら、いいよって。この新車で後ろのシートも倒れるんだねこれ。あ、そう。うん、多分めちゃ多分ね、わかんないけど、だって楽そうだよ。昔のゲレンデってさ、後ろすごい直角、狭いからね、狭いからね。嫌だったじゃん。そうそうそう、最高じゃん。さあ、そんなわけで主婦2人がゲレンデに乗っちゃって。さっきのチョコレートなんか入ってた。ココナッツ。ああ、それか。そうだって、ココナッツ買うって言ったじゃん。これセブンイレブンで美味しくない。普通。普通。あ、美味しいだ。あのね、ココナッツの威力ってすごいね。そう、血糖値を下げるとか、あんまり口にしない系だな。そう、あとビタミンが豊富とか、認知症とか、あとはコレステロールを緩和するとか、いいこと尽くしなの。いいじゃないですか。そうそうそう。だから、こういうのがコンビニで手軽に売ってると、ココナッツのね、うんうん、最高なんですよ。だから歯にちょっと詰まりますけど、詰まるのはしょうがないとしても、同じチョコレート買うんだったら、体にいいやつ見つけました。おすすめでございます。ということで、今日はね、何しにイケアに行くかっていうと、私の講座をスタジオでやってるんですけど、今月ね、初めて料理してみるの。料理を作って振る舞ってみるの。で、ワンプレートだから。何料理？スーパーフードってさ、難しそうに感じるけど、実はほら、かぼちゃだったり、いやいや、食べ物なの。ココナッツもそうだし、アボカドもそうだし、かぼちゃもそうだし、さつまいもそうだし、ジャパニーズスーパーフードってさ、お味噌だったり発酵物だったり、結構みんなが知ってる食べ物なのよ。だからそういう普通のスーパーフードの食材を使ったワンプレートランチ、でこの YouTube でも大人気の、広北ね、出口大人気の明太子のコロッケ作る。それとサラダとキヌアとか使ったり。そう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 。だからそれをちょっと作るのに、ワンプレートのお皿を買いに行く。でも、かずみちゃんもちょっとあれでしょ、昨日は買い物ないから行っといでとか言ってたのにさ、思い出したんでしょ。ちょっと、あ、まあ、あれとあれ買って。ね。なんかバスマットとかね。そうそうそう。足拭きタオル。足拭きタオルとかね。まあ、そんなのをお買い物しに行くんで、またお買い物したら、何買ったか後でまた、ご紹介したいと思います。今日はかずみちゃんと
新車に乗ってデート。何これ。なんかすごいね。突然こんなことになるんだけど。バツ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 。何で余計なことしてないよ私何にも。勝手に何言ったよ。この人に言ったの。あ、この人にね。この人にベンツに言いました。はい。はい、そんなわけで帰ってきました。ただいま。久しぶりにノマくんとグリちゃんもいますよーって IKEA まで行ってきてご近所でランチして帰ってきました。こんなにたくさん買ったわけなんですけれども、これこの回に一気に紹介できるんでしょうかっていうのもあるんだけど、ママ友とゲレンデの新車に乗って港北の IKEA までお家から20分ぐらい快適でしたね。そして意外にこのお盆の真っ只中、IKEA が思ってた以上に混んでなかったです。で、なんかパーって1時間ぐらいお買い物して近所でおしゃれな中華をいただきまして、で、お家に戻ってきました。で、ささっと購入品を紹介したいと思うんだけど、今回はね、一番の目的はスタジオで講座をやってるんですけど、自分のラブ、ギブスラブの。8月はね、お料理を初めて皆さんに振る舞うっていう回を4回に分けて、同じお料理なんですけど、スタジオで限定10名様をやるんですよ。で、いろいろちょっとこういうランチョンマットとか必要だなと思って、それが主に目的で行ってきました。これね、990円のランチョンマットを限定10名なので10枚買ったりですね、あとエプロン、かわいいのあったから、なんかエプロンって何枚あってもいいよね、この柄。はい。今日ちょっとたくさんお買い物したんで、お値段は端折っていきますけど、皆さん興味があったらぜひ検索してください。多分1000円もしてないんじゃないかな。エプロン2種類買いました。そして、ちょっとこう出てますけど、IKEA はね、観葉植物も結構充実してますよね。本物じゃないものもあるんですけど、本物の観葉植物も結構あったりとかして、これちょっとベッドルームに飾ろうかななんて思って、ちょっと買ってきた観葉植物さんたちがですね、3種類ぐらいあるんですけど、かわいいよね、ほら。かわいくない?こんなのをちょっとゲットいたしましたよ。よく探せばね、可愛いのがあって結構育つのね。なのでこれを買ったり、あとね、これ500円忘れもしない。何かとちょっとこういうのってあったら便利じゃない。メイク道具パパって入れたり、台所の周りになんか小物を入れたりとか、あー、こういうのは見つけた時に買っとく、便利ですね。あとは可愛いタオル見つけちゃったの。このほら、かわいいでしょ。これはサイズがいっぱいあって、こういったサイズと、まあこれぐらいちっちゃいやつ、キッチンで使ったりとかバスルームで使ったりとかいいなと思って、はい、買ってきました。洗えば洗うほど味が出そうですね。これも500円ぐらいだったと思うよ。ワッフル、かわいいよね。色もおしゃれでした。ちょっとこの辺に並べていきましょう。それから、あ、この袋は完了でございます。そして、お風呂とかトイレの足拭きマット。これも色を今回のお風呂の感じにしたんだけど、裏に滑り止めがついてて便利だなって思ったので、今回買いましたよ。なんかちょっと大人色が多いですね、今回は。そしてですね、こちらの箱の上は、これがね、かわいいなと思って、庭につけるライトなんだけど、太陽の光でライトがつく提灯なんだって。で、ちょっと庭に飾りたいなと思ってゲットしたんですけど、これはぜひともみんなに見てもらいたい。ほら見て、これかわいいんだよね。ほら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 、これおそらく
こういう形状。ほら、見て。これをお庭に。でもおそらくね、これさ、逆なんじゃないか。こっちに太陽の光を吸収する。あとでちょっと説明書見るけど、でもさ、どう考えてもこうだよね。こうか。ちょっと後でちゃんと見よう。これ、どっちが上なんだろうね。説明書を見ると、電池を入れるみたいです。電池でした。太陽の光も集めるのかな？ちょっと説明書見ますね。いや、これ電池だね。だからこういう風になってるんだ。電池を入れて。で、木とかにかけたりする。かわいい。見て。ほら、夏っぽいでしょ？これをちょっと3つぐらいゲットしたんで、あとでこれはちょっとちゃんと電池を入れて、いくつしたいと思います。これを3つほどゲットいたしました。なんか大きさ、大きいのとちっちゃいのと買ってみましたよ。大きいのってどんな感じなんだろうね。大きいのはもっと大きいんでしょうね、もちろん。もちろん、こっちはストライプなのかな。なんかベランダとかにしても可愛いだろうね、こういうのってね。もちろんお家の中でも夏っぽくて可愛いでしょうね。絶対かわいいやつじゃん。ほら、こっちはストライプだ。かわいい。よし、いけ。うわー、いいね、いいね。かわいいです。ほら、夏っぽ。あ、ここにかからない。夏っぽかかった。かわいい。かわいいね。これ後で説明書見ましょう。はい。というわけで、この袋の中は、あとはジップロックか。ジップロック。割とちっちゃいサイズ活用するよね。だね、私ね。ジップロックがね、何かのジップロック派なんだよな。さあ、このサイズとこのサイズ。こんなちっちゃいの、ね、化粧品入れたり、このサイズ活用するので、キッチンに置いとかないで、私なんか自分の部屋に置いて、何でもかんでもこれになんかいろいろハンドクリームとかね、リップクリームとか詰めてます。あとはもうちょっとシーツとかがいっぱいありすぎるので、整理したいから、こう布団に寝てもいいし、なんかいろいろ整理するの、収納袋。 IKEA こういうとこすごいよね。この袋を取りました。そしてここなんですよ。これがね、講座で使うための食器。これバラしちゃうとちょっと危ないんで、こんなサイズのものを買いました。それとお箸なんかを入れるこんな木のフォークとか、あとはお箸とフォークとナイフを買ったよ。かわいいの買ったよ。はい。それから、大きいサイズのワンプレートにするんで、今回、食器も買わせていただきました。なんかね、久しぶりに行ったら、なんか食器の種類もすごく増えてて、楽しかった。なんか、しょっちゅうしょっちゅうIKEA行かないけど、こういう風になんかね、お買い物をこれって決めた時に行くと、とってもなんか新しいもの増えてて楽しくていいですね。私の家からは港北のIKEAがすごく広くて、渋谷とかよりもすごいものが豊富にあるので、おすすめでございます。あとはもう最近ネットで買えるもんね。ということで、今回はママ友との、前回も出てもらったことあるんだけど、ママ友とのトライブ&イケアお買い物購入品、いかがだったでしょうか。まだまだ暑い日続きますけども、体調に気をつけて暑い夏を乗り切ってくださいねって、僕たちも頑張ってるよって、お兄ちゃんがあそこであんなところで見てます。あそこ見えるかな、ノア君見える。ノア君は最近耳が遠くなってるからね、
ノアくんって呼んでもね、あんまり来てくれないのね、お兄ちゃんね。はい。ノアくん、おいで。あ、来てくれた。こっち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 、ノアくんもおいで。ノアくんもおいで。はい、おいで。おいで。クリちゃんも、ノアくんも来たよ。はい、クリちゃんもおいで。クリちゃん、どこ行った？あ、来た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 。じゃあ、私たち、暑い夏を乗り切って頑張ります。はい、みんなに。はい、バイバイ、またねーって、またねー。じゃあねー。バイバイって。では、またすぐねーって、バイバイって。ね、クリちゃん、バイバイねーって。